さてね、食べてきましたけどね、いやーやっぱ王将いいですね。王将の中でもここ本当いいですね。いつ頃できたのかなと思って聞いてみたら、やっぱ今年の4月オープンらしいですね。あーなるほど、そりゃ知らんかったわけやということですね。いやいや、この場所はいいで、12時までやってるっていうことなんで、オーダーストップは11時半なのかな、っていうことなんで、いやーこの立地でこの時間まで空いててくれるとありがたいですね。こういう風に夜、こっちの方を抜けて走ってくるときに、今で全然余裕ですもんね。今ちょうど食べ終わって夜の10時ぐらいですんで、いやーただね、これ食べ過ぎちゃいましたね。ちょっと料理の画像でまたポンって出しとこうと思いますけどね。ここセットメニューがね豊富で、多分フランチャイズ店ですね。餃子のタレとか、ラー油とかがね、直営店で使ってるやつと別だったんで、餃子のタレは、普通の餃子のタレは共通のやつがあるんですけど、それとは別に直営店だとね、柚子風味のやつが置いてあったりとか、あと、ラー油が違ったりとかね、直営店の用のやつがあるんですけど、それじゃなかったし、オリジナルメニューがね、豊富なんで、やっぱね、餃子の王将でフランチャイズ店に来たら、まずはそこのオリジナルメニュー頼む。これはね、もう、やっぱしね、抑えとかないといけないところなんで、今回はね、これがおすすめですよと言わんばかりにね、ハリ定食っていう定食がありましてね、しかもなんとこの定食ね、肉と卵の入り付けがついてくるという、選べるという、これはね、素晴らしい。なかなかね、肉と卵の入り付け、私、どっかの動画でもちょいちょい言ってると思うんですけど、一品料理で、王将の一品料理で一番好きなのが、この肉と卵の入り付けなんですよ。で、これと餃子とか、肉と卵と入り付けに、チャーハンがあったりですよね。そうやって乗せるとね、もはやね、天津チャーハンの超豪華版みたいなのが出来上がりますんでね、これが好きなんですよ。で、なんと、この肉と卵の入り付け、でもなかなか単品でしか売ってるところないんですよ。なかなかこれをセットに入れてくるところってないんですけど、入れてましたね。素晴らしい。もう素晴らしい。もう私のためにあるんじゃないかというセットだったんで、パッと見た瞬間に、ね、もうこれしかないやろということで行ってみたんですけどね。それでね、出てきた写真がね、これ。なんですかね。いやー、びっくりした。そう、セットの中には餃子がついてなかったんで、ついついね、ポンとこんな感じで餃子も追加しちゃいましたけどね。餃子を覗いた画面にもう一回戻しますけどね。こんな感じで、肉と卵に、なんか量が多い気がしたのは気のせいかな。久しぶりに食べたからかもしれませんけどね。なんかね、ふわふわ感もしっかりしとったんですよ。あれはね、いや、肉と卵の煮付け頼むのって、やっぱ、これね、振り場のね、炒め場のね、腕も出るところでね、これをね、全面に出してくるってだけあってね、うまい。わかった。でね、これ、ちょっと一つね、ミスやらかしたのがね、普通のライスにしちゃったんですよね。これ、できるのかどうか聞いとけばよかったですけど、最初からもうライスは大盛り必須です。どう考えても、お米を奪ってくるメニューばっかしです。端についてる3品もね、酢の物と、これは、ナスは煮浸しかな、煮たものと、あと、ね、牛肉のなんか、なんていうかな、あれは生姜かな、生姜で、なんか、しぐれ煮みたいにしてあるのがあったんですけどね、全部ね、ご飯を奪っていきます。やばいです。あの牛肉のしぐれ煮だけで普通のご飯、全部いけちゃいますよ。やばいですよ。で、これに私、餃子の2人前つけちゃいましたでしょ。これもご飯並みじゃ絶対足りない。あ、これ失敗したと。もうね、半分食べきる前にね、もう早々にこれは、これで一杯で済ませるのは無理だということでね、おかわりでライス大頼んでますよね。ペロリした画像が出て、それでももう、これでもね、ちょっとご飯最後足りなくなりましたからね、危ない危ない。ですから、ご飯の器がちょっと大きくなってるのは、これおかわりしたからです、ということです。いやー、美味しかった。でね、ちょうど3ポイント分ね、溜まりましたしね。そう。いいですね。やっぱ餃子の王将ね、もう1500円でもう、動けねーってこれ食っちゃいました。どうしよう。ってことでね、今ね、壮絶に睡魔に襲われそうなんで、針のね、ドライブインでね、このまま休んでいくと思います。ただこれね、ちょっと、針のドライブインへの入り方は一癖あるかなっていう感じなんで、ちょっとそのあたりも、ご案内がてらね、すぐそこなんですけどね、ちょっと道案内していこうと思います。さあ、すぐですけどね、ここで今があって、
ほんと良かった、このお店。あとね、店員さんもね、対応が良かったですよ。ここは良かった。うん。まあ、正直、餃子の王将さんって、特に接客に関しては、多少、波があるじゃないですか。ええー、店と悪い店あるじゃないですか。ここは、今までの中で5本の指入れていい。本当に入れていいレベルの。もうここから入ったらいいみたいですね。よいしょ。本当にね、接客良かった。で、料理の、タイミングとかもね、ちゃんと測りながらやってくれとるし、調理場のね、段取りの感じも、手際いい感じでやってましたし、で、ホールの、スタッフさんもね、ちゃんとね、お客さんの全体の動向を見てね、例えば私が、ですか、ご飯を食べ終わって、移動するかなっていうタイミング、ね、そろそろお会計にしようかなって言って動き出したタイミングを見計らって、スーッとレジの方に行ってね、お客様を待たせないようなね、対応とかできてましたから、これは、いいやないの。そういうね、細かい気遣いができるのをね、それはね、助かるわけです。どうしような、向こうから飛ぼうかな。駐車できないのにこうやってしたの。こっち側はこっち側で、ね、ちょっと止めるところがあるのかな。ここも小型車やね。よし、こっちに止めちゃいましょう。まあこんな感じで、まあそこまで入りにくくもなかったですね。まあ入り口出口がね、分かれてるところなんで、そこだけちょっと気をつけてもらってね、出口が入らないようにだけ気をつけとけば大丈夫そうですね。ということで、ちょっと休んでから、道も確認してね、ちょっと休んでから行こうと思います。いやー、食った、じゃあ、言うてね、あそこにね、ライスの台をお借りしちゃいましたからね、これね、ちょっと休まんとね、胃を消化させないとまずいっす。いや、でも幸せです。幸せな、あれですね、満腹感でございます。まずいことに気がつきました、ここまで来てですね、取り返しのつかない、ことを一つ他をやらかしておりましてですね、何かというと、まあね、高速を使わないようにね、なるべく高速を使わないようにケチっていきますよって話をしてましたけど、あのね、一応いざとなった時にはね、高速を使うかなと思ってたんですよ。距離も距離なんでね。でね、今確認してみたらね、私 ETC カード持ってくるの忘れてましたね。そうだと、車修理に出しとった兼ね合いで、車からね引き上げた時に私そのままね別のカバンにしまっちゃってたんですよ。で今日そのカバンを持ってきてないんで、しまった、入ってねえなと。そういえばやってしまった。前の別のカバンのポケットの中に入れてきてしまったぞということなんで、強制的にもう下道で行くしかないというルートしか残っておりません。いやー、これは失敗したな。ってことで、とりあえず行けるとこまで行っとこうかなと思います。岸和田のあたりまで行ったらね、いろいろと、ネカフェとかもだいぶありますんで、そこら辺まではもう出とこうかな。今からだったら12時過ぎぐらいに下道でも行けますよってことなんで、一応そっちを狙ってこうかなと思います。まあ、ここから52キロぐらいらしいですね。有料道路出しだと1時間43分間、まあ、これで行くしかないですね。何せ有料道路使えないですからね。倍近くかかるんだな。失敗したな。これで行きましょう。一応ナビ開始してみましょうか。とりあえずハリテラスから出て、インターからもうそのまま天神の方に行った方がいいみたいですね。実際の交通規則に従って行ってみましょう。20分ぐらいちょっと休んだから。